2世紀のクラウディオス・プトレマイオスの地理に書かれた北ブリテン島の民族の分布カレドニア人とは、鉄器時代とローマ時代に現在のスコットランドに住んでいた人々。名前は外ナであり、古代ギリシアと古代ローマは彼らの領土と人々をカレドニアと呼んでいた。以前、カレドアニア人はブリトン人の一派と考えられていたが、後にピクト人であるとみなされるようになった。 カレドアニア人はグレートブリテン島の大部分を俗州ブリタニアとして統治したローマ帝国の敵であった。ジマーによるとカレドニアとは部族名であるカレドンズに由来するとし、この意味を強い足を持つもの、とする。タキトスによると AD83 または84にカルガクスに率いられたカレドニア人はグナエウスユリウスアグリコラを グラウピウスさんの戦いにおいて破ったとされる。タキトゥスは、君主といった言葉をカルガクスについて語る時に避けており、カレドニア人は一人の指導者を持っていたかは疑わしいとし、カルガクスは単なる戦時の指導者に過ぎなかっただろうと言っている。タキトゥスは、アグリコラ第六章において、カレドニア人の特徴を赤紙で、手足が長いとしており、これは、 ゲルマン的特徴であるとみなしている。カレドニア文化については国わずかの直接的な資料しかないが、彼らの住居を描写することは可能である。ローズマリーサとクリフの1965の小説ザ・マーク・オブ・ザ・ホース・ロード・ダルリアダ王国は、カレドアニア人に対して戦いながら、同時に繰り広げられる大継承をめぐる争いについて書かれている。ありがとうございます。